これで最終回まで面白くなりましたよ。 あとはバーディー2人が取ったら、うん、ひっくり返って、うん、負ける。うちらが頑張ってバーディー取ればまあなんとか引き分けで抑え、引き分け、まあ、引き分ければ勝ちですよね。うん、うちらはもうどっちみち勝たなきゃいけない、はい、ドーミンホールというやつです。わあ、でもそんな距離ないからみんなで乗りますよね。そうで、こういう状況幾度となく経験してきたと思う。最後バーディー取らないとダメな最終ホール、あーロングで打ち上げのロングホールだから、私と純ちゃんきついかもしれない。これはガラさん可能性ありますよ。これバーディー取らないといけない、予選取るか取んないかっていうのを何回もやってきてると思います。何回もやってきて何回も失敗してたそういう記憶もあるいやいや、そんなことはないでしょ、ね、え、僕がキャディしてる時も一回ありましたね。バーディー取らないと予選落ちるカシオープン、あと、はい、そうだな、優勝したみたいなガッツポーズしてましたよ。そうだ何回もあるな。18番難しいですかね、カシオ。優勝争いって、うん、その週やっぱり一番調子いい人間だから、うん、そんなに変なミスするっていうプレッシャーないけど、うん、予選とかギリギリって本当に何が起こるか分かんない状況の中でだからそうですね、プレッシャーは半端ない。視聴者の方々は大体あのテレビ映ってる人がプロゴルファーだと思ってるからテレビ映ってる人がプロゴルファーの絶好調の人たちだからなるほど、左に振っていけばいいのか。うん、そう、こうやってね、やっぱ目の前にこういう木がちょっとあるだけでかなり窮屈に感じるロケーションです ね、 ですね、はい、ぶっちゃけ右ではいいのかな、はい、とりあえず旗、旗です。あ、やばい、初めて見たよ。あっと、カコカコって音がしたね。出てこない、わあ。やっぱプレッシャー感じた。いや、もう引っ掛けそうだったのもうダメなんだよね、うん、もうそろそろさやかしに嫌われそうだから、さやかしには何も言わない。さやかちゃん多分ここ大丈夫な方でしょ。ちょっと、はい、オッケー、ナイスボール。ありがとうございます。せかしていこうか。はい。あ、本当だ。え、あそばさんに当たりそうになった？当たった当たった。当たった？うん。日頃の恨みみたいな。ネットは大丈夫なのかな？ああ、白食いがネットの内側かどうかってことですね。もういい球、めっちゃいい、これはナイスです。いい球、わーナイスショットおじさん本気今のではでもかっこよかった、いい試合の球出しましたね。ナイスすごい、試合の球出た。何ですか試合の球って夏はの球出、うん、今のはシニアの球じゃないですね。シニアの球、実は去年塚田さん 見ました試合で。え、どこで。太平洋御殿場見に行って見ましたよね。あ、今年、あ、今年、今年はだって入れないでしょ。今年だ、感染無料で入れた。入れたんですか。うん、今
私見ました。なんかスポンサーの人がみんなにあの日傘配って、はい、で日傘さしてるとだからこう密になんないみたいな。なるほど、あなるほど、あれめっちゃいいアイデア、うん、でみんなそれにサインしてもらってたりとかして。確かに、うん、打球事故防止にもなりますしね。そう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 、うんうんうん、なるほど。あ、じゅんちゃん出てきてる。あ、ほぼピック、はい、死んだふり作戦。死んだふりです。さやかちゃんのセカンドから勝負みたいな。そうです。でか、私どこ行ってました。大丈夫ですか。大丈夫あるでしょ。イブスキの18番みたいな打ち上げ度合いが。あ、確かに。あ、そこカートの前にある。この間行ってきたよ。はいはいはい。18番はまんまの打ち上げ。狙える。ねえ、じゅんちゃん、横田さん、あれ横田さんのボールかな、うん、あれが90ヤードぐらい離されてる。つらい。さらにその前ですからプロでしょ。うん、つらい。やばいね。やばい、今日初めての5番ウッド。もういいよね、グローレ。グローレ、うん、左目。おお、まあ頑張ったね。立ってるところは左足下がりで。うわ、左足下がり下がり。そうなんだよね。そう、傾斜はね、上りだから、うん、そう難しいよね。そう、打ちづらかった、すごく。ちょっと上がりづらい。さやかちゃん上がるから大丈夫。頑張ります。おお、完璧。あ、ネクスジェンだ。ちょいちょい CM して宣伝してくれるネクスジェンです。ジェンちゃんは ずっとネクスゲンって言ってました。ネクスゲンが、うん、ネクスゲンのボールって、ね、ネクスゲンの言ってたね。それのクリック買ったもん。え、本当ですか。やっぱいいの。ジェンちゃんも一回打ったじゃないですか。打った。でもちょっと重い感じした、ヘッドが。でもそのグローレもいいよ、すごく。うん、うん、うん、メイキいい感じ。転がるかもしれないから、はい、4番でいきます。はい、おお、バンカーか。4枚で打とうと思ったら4枚置いてきちゃった。4U で。4U で。あれ？ユーティリティも？そう。買った。はい。めっちゃいいっす。でも初打ちなんじゃないですか。あ、これは打った1回。打った。うん。178。おお、スピン入れて178でしょ。だってさすと大きいんじゃないですか。でも、うん、なんかすごい。でも跳ねませんでした。なんかかなりピン近いぐらいのとこキャリーかな、うん、でかいか。まあ頑張りすぎしたか、うん、でも思いっきりスピン入れていくっていうのはスイングに現れた。パターンのバチつけてね。うちらのボールはちょっと光で見えないんですけど。これどこに？なんてですかね、これ。ドルチェ&ガッパーナみたいな。なんか G が4つのやつですよね。なんでしょうね。G4 とかやつ。G4 かな。あの、はい、ババアトソンと書いてるブランド。あ、そうですか。かっこいいかな。かった。塚田さんの。ズボンかっこいいんだ、いつも。ピンのズボン。うん。それと。走りに書いて。そう、ピン。はい。それか、何ヤードですか？ 104。4。あ、じゃあ、ピンだ。あ、違った、9。さっ
きと同じくらいの距離じゃないですか、純ちゃん。うん、もうちょっと。低くないですか？やっていいですか、純ちゃん。私も次ちょっと9番屋持ちます。うん。はい。ルビは食ったね。右奥。なんか大きいと見た。薄めで飛んじゃった感じだね今ね。九、うん、です。はい。お。純ちゃん。お。いやー、やっぱスピン入れすぎたね。戻ってきちゃった。戻ってきちゃったよ。あー、やりすぎた。うん。そう、左足上がりは黙っててもスピン入るからね。そう。いらなかったんじゃないかな、今の。ちょっと本気で打ってるから。その間があればちょうどいいっすよ。もっと、そっか。ふわーって打てばよかったのね。バーンガッサン行きましたもんね。肘痛くなりそうだもん。様子おかしくない？男子チーム。なんか。何事件ですか？スペナ？飛び越えちった。飛び越えた。セカンド多分バウンドなんかバウンドしたなと思って。なんかポーンって高く跳ねたなとは思った。木の向こう行っちゃったんですか？Out of bounds. OB. Give up. That's all I have.インパクトが柔らかくて、うん、スピンをちょっと殺した感じですね。ですね、うん、バーンって突っ込むんじゃなくてああやって届かせるんだ。ジュジャ入れちゃおう。うん。力先入れますか。私ジュジャ打たなきゃいけないじゃん。悪くシュートがない。え、どうする、どこで打った。これね、境目だからあれだったけど、動かせたから良かったね。これちょっとなんか…どうする、もうちょっと…ちょい…ロブみたいなのしたら…うん。ちょっと遊んでいい？なんで急に…そういうわけ。本気でやって。ここちょっとさ、ロブっぽい感じ入れたら…いいよ。ロブっぽい方がいい。でも60度じゃないんですよね。本気だよ。やります。はい、お願いします。うまい。入れ。あー、そんな行く。うん、でもうまいよ。うまい。きたー、悲しい。もう、打った瞬間に嫌だよ。もう、本当あれだね、もつれ込みましたね。うん、これ、はい、さっきとほぼ一緒のライン。さっきよりでもちょっと傾斜がきつい。うん、きつい。ライン云々かんぬんじゃない。そうだね。P 抜きますか。大丈夫。
さすがです。ナイスバーディー。ナイスバーディー。もうこれで勝利ですね。はい、このホールは勝利です、はい、じゃあもう OK です。これは無理だ。これは無理だ。ホールスクエアまで。ホールスクエア。まあなんかナイスです。ナイスバーディー。若干大人げないかなっていう気がしないでもないけど。すごい。でもあそこで買えなかったら多分ボロ負けしてたと思う。だってもうダボだしさ、結構こうなんですよ。もはや。そうだよね。そうだよね。しかもストロークとかでやったらえらいことになってたなってますね。あのルール自体が問題あるんですよ。いやまあ、あのルールでもうちょっとね実力差があれば、うん、いいんですけど。じゅんちゃん結構うまいんだよね。最後までねあれしなかった、ミスしなかった。4のセカンドなんか9番で抑えて打ったし、めちゃくちゃうまかった。うまかったですね、うん、ボール止めたからね、すげえな。前半ありがとうございました。ありがとうございました。悔しいね。悔しいけどでも結構頑張って粘った気がするね、うん、やっぱ盛り上げがやばかったな、うん、盛り上げた時に明らかに慌てたね女子2人。慌てたし、なんか遊ぶさんの声もちょっと耳に、うん、耳障りだった。耳障りだったし、特にパターとかね、うん、うん、そうだった。いけると思ったんだけどね。いや、行けそうだったよ、うん、ねえ、うん、なんなら純ちゃん一番ぐらいから余裕だとちょっと思った。ワーストだったら、まあワーストだったらとか言って。でもそっちもさ、うまく噛み合ってさ、はい、ちょうど交代交代活躍してたし、うん、そうですよね、うん、うちらもそうだ、うん、前半はあの塚田さんがだから後半塚田さんのおかげで勝った、うん、最初ボールもなんか、ジュンちゃん苦手とか言ったけど、最後ちょっとうまくティーショットセカンド、うんうん、そうかもね。いい感じで噛み合ってますよね、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。リンゴルチーム対横田プロチーム、結果はホールスクエア、はい、ということで、いろいろルール変更とかありましたけど、ルールを勝手に変えていただいて。でも最後のやっぱプロのこう刺すよう なんか攻撃というか、なんて言うんだろう、攻撃、まあ、でも目つきも振りも変わったよね。さすがだなって思います。結構どんどんメンタルやられてた感はあります。私たちも最後、ね、気合入りすぎて奥の帯までめっちゃ内緒でボールないワースト取るってちょっとなんか嫌です。結構ミスできない。さらにミスできない。っていうか、バーディーを取るために、こう、突っ込んでリスクを背負っていく。バーディーは無意味っていう。あ、そこが辛いとこだ。うん。サイカさんどうでしたか？すっごい楽しかったです。なんか、プロとかってプロってやるのってあんまないじゃないですか。そうですね。すごい勉強になりました、打ち方とか見てて。前半はこれで終わりなんですけど、後半はまた対決を横田プロの番組の方で、横田新一チャンネル、はい、はい、いただきます、はい、そちらもぜひ、はい、多分もう放送しちゃってる僕らの方がアップするのも早いから。そうですね、はい、アーカイブでご覧いただける。すみません、今日はありがとうございました。ありがとうございました。